7月9日大通りを北を向いて、撮影7月9日大通り、または7月9日通りとは、アルゼンチンのブエノスアイレスにある大通りである。名前は、アルゼンチンの独立記念日である1816年7月9日に、ちなんでいる。ラプラタ川の岸からおよそ1キロメートル西にあり、北のレティーロ地区から、南のコンスティチュシオンステーションまで続いている。 片側7車線で、道の両端にはさらにもう2車線、道路がくっついている。通りの北端は、アルトロリア高速道路とリベルタドールはベニューに、繋がっている。通りの南端は25で迷う有料道路の西側と、エセエサ国際空港で使われると急で、フリオ高架高速道路に繋がっている。南進して、街を出る道路は、主に2つあり、 旧でフリオはそのどちらも担っている。ラプラタイ国道1号線とマルデルプラタイ国道2号線である。1937年に通行が始まった時の写真ブエノスアイレスにおける17月9日通りの幅は非常に広い。これは5番の目のようになっているブエノスアイレスの外区〇〇一つ分を通りとして使っているためである。 隣の通りとの間隔はおよそ110メートルで、アメリカのニューヨークにあるマンハッタンのそれよりも広い。最初にこの通りが計画されたのは1888年のことで、その時の名前はアヨフマだった。だが、周辺の地主や住民に長いこと反発され続け、1935年まで工事は始まらなかった。最初の部分は1937年7月9日に、 使用が開始され、1960年代にはメインとなる部分が完成した。南部の接続は有料道路のダウンタウン部分が完成した1980年以後に同じく完成した。ブエノスアイレス地下鉄の C 線が通りの真下を通っており、A 線、B 線、D 線、E 線もそれぞれ通りと交差するところに駅がある。特に B 線、C 線、D 線は オベリスクの下にそれぞれ名前は違うものの構内を共有する駅があり、売店が並ぶ通路を持つ地下鉄の一大ターミナルとなっている。駅の名前はそれぞれ、カルロス、ペシェグリーニ、ディアゴナルノルテ、そして7月9日である。この通りを地上で横断するには2から3分かかる。またすべての交差点に信号がある。普通のスピードで歩くなら、 青信号2から3基分である。この感覚的隔たりをなくすために、通りの地下を通行できるようにする、都市計画も存在する。2018年10月6日、ブエノスアイレスユースオリンピックの開会式が、この大通りで無料で行われる。7月9日大通り周辺、北から南の順。7月9日大通りユース五輪6日に、開幕開会式は、 町の大通りであるン一ンありがとうございます。